えまあちょっと驚いたというのはえまあ皆さんもそうだったんだろうと思いますが大体1時ぐらいでしたかねえ昼過ぎぐらいにえウクライナのゼレンスキー大統領が G7 の会場に参加をするとえ日本にやってくるということが報じられましたえまあどういうルートでえー情報が広がったかというと、えー アメリカのフィナンシャル・タイムズ、ね、経済系の新聞ですよね、アメリカの日経新聞みたいな、<laughs> それが報じたっていうことだったですけれども、<laughs> 実際、その後はウクライナ政府も多分確認したんだろうと思います、間違いなくゼレンスキーさんは G7 の会期中に日本にやってくるということで、これでどういうんでしょうか。全然 G7 に対する注目度というかあるいは意義のようなものも大変強くなったのではないかという気がいたします。なんかね、G7 っていうとこのところもうやめてもいいんじゃないかっていう <laughs> 話とかねありましたし、いまさらやっても意味ないよ。で、まあ、むしろその例えば原油あるいは天然ガスの輸出国としてのロシアの地位の。 まあそれなりの上昇とかあるいは市場としてさらにもともとは向上だ世界の工場になってましたけど中国の存在の大きさあるいはインドえまあさらにブラジルというふうなねえところの経済発展ということを考えたときにもう G7 じゃなかろうっていう <laughs> 感じがまあ見え見えでしたそれも随分前からそうですまあそれでもとうんですか あのまあ、証拠にもなくっていうのはちょっと言い過ぎですけどねあの、まあ、めげずにずっと続けられてきたわけですけれどもあの、ね、そういう形で、まあ、地盤沈下が著しかったんですがアウトリーチっていうふうな形でそういう、まあ、伸び盛りの国ベトナムなんかを含みますけれども。 そういうところの人たちにもいらっしゃいませんかと G7 の中に直接入れるんじゃないけど会合のところにいらっしゃいませんかというまあお誘いをしてでまあアウトリーチっていう言い方になるんでしょうけれども実際はあの会議体になるわけですよね。でまあ 20G20 20なんていうものもありますけれども。 あくまで G7 が主導権を握りつつさまざまな国のおまあ首脳もあの呼ぶというまあ国際会議としてのんて言うんでしょうかねえまあ手直しをしてやるようになったとこれいつからかちょっと分かりませんけどでまあそれなりに存在感はあるようなないような感じだったんですけれども <coughs> 今回はこれはまあ素直に見れば、えー、岸田さんまあなんて言うんでしょう広島出身の国会議員であり、えー、元外務大臣であり現総理大臣である岸田文雄さんがですね、えー、自分の,その政治家としての、えー、まあもっと まあこれもあんまり信用できないんだけれども信用できないっていうのは前で申し上げてましたようにこの間の,その自民党の総裁選の時に言っていたこととその後当選してから総理大臣として発言したことのあまりの違いにまあみんな驚いているわけですけれどもそれを考えるとどこまで本気なのって常に 批判をし続けたくなる気持ちがありますけれど、まあ核廃絶というのをねえご自分のテーマとされているということなので、まあそれから言うとまあ核禁条約にまあ三あのまあ直接その批准云々はともかくとしてオブザーバー参加さえしないと。 いうことについての批判も当然なされるべきですし実際に私なんかもこの番組の中で言ってきたと思うんですが今度のことっていうのは全くルートが違いますけれども現実に起こっている最も具体的な核戦争の危機まあ一つは北朝鮮の実験とか えーまあ、ミサイルの実験とかあ核実験、まあえー、6回ほどやりましたよねで。そういうことがありますけれどももう一つあるのはあ当然ウクライナでのことです。えー、ロシアのプーチン容疑者が、えー、何かというと、えー、核の脅威を核,、まあ、核,核を使用するということを匂わせるような。 これを繰り返してきたそのロシアに対して、えー、もちろんすでにその核の使用はいかんというようなことはいろんなところで言われているしそんなロシアに対してのそしてウク,ウクライナに攻め込んだロシアに対しての経済制裁とかいう形で表現はされていますけれどもはっきりと G7 の共通した意思として 核による脅しからもちろん核の使用をまあ許さないというまあ意思表示をこの場でするということになったわけですねでまあ当然ですけれどもそこにゼレンスキーさんが来るということになるとこのリアリティが全く違ってくるっていうか、えー、やっぱ荘園のケンブルーウクライナからですね えー、今まさに、うん、被害を受けている、うん、ウクライナという、まあ、国家の現在の指導者がやってくると荘園の向こうからやってくるということですよ。これこのゼレンスキーさんが、まあ、日本でどういう、まあ、いろんなことをなさるんでしょう、まあ、岸田さんとの会談あるいはバイデンさんとの会談というようなことが今言われてますけれども。 それ以上のことはあるかもしれませんよ、ね、で、えー、まあなかなかあのこうスパッとした思い切りがあのなされませんけれども、えー、いろいろな軍事的な支援であるとか、えー、経済的な支援というふうなことの、まあ、約束あるいは、まあ、それを、まあ、ぜひお願いしますということでゼレンスキーさんは来られるんだと思いますけれども。 そのことによって G7 の持つ意味も非常に大きく変わってくるということがあると思います。まあ、そこはそういう形非常に具体的な形で、えーまあ、核の使用を許さないという、まあ、これもね当然ゼレンスキーさんの,あの強い要望としてあるわけでしょうけれどもそういうものに対する答えを出していく場ということになれば。 これは本当に、えー、非常に具体的なことになりますね。で <coughs>、えーまあ、核禁条約にどういう態度を取るかということに関して当然不満はありますし、えー、まあ実際にその今度の形でゼレンスキーさんが来た形で G7 が開かれそこで 核に対する一致した姿勢が打ち出されるということになってもその先にね何の成果もないんではこれは意味がないとは思うんですけれどもただそれでもこういう G7 の首脳が並んで,ですね原爆資料館を40分ですかまあ大浜さんの時と同じぐらいの時間なんで。 えー、ちゃんと見たのかなっていうのはちょっとありますけれどそれでも40分間、えー、中で説明を受けたり、えー、実際に原爆資料館の資料のを、まあ、見たりした現在の性指同者が全員並んでそれを見たわけでしょう。でさらに今慰霊碑のところで。 <laughs> 全員並んでまあ喧嘩をするというまあかつてオバマさんが来た時にそういうことがありましたけれどもまあそれを G7 の場で再現するということになったこれはやっぱり外交としては非常に大きな成果でしょう,うまあぜひこれで終わりにしないでもらいたいと思いますけれどもでついでに言っちゃえば 核禁条約に、えーまあ、次の締約国会議の時にですねオブザーバーとして参加するためのこれで一つの条件ができたんじゃないでしょうかね。あの要するに2023年5月広島で、えーまあ、ある意味誓い合った世界の首脳そこにはその核保有国と その核の傘にある、まあ、日本のような国があるわけですね。でその人たちが、えー、核に対する思いをそこで誓い合ったその成果はぜひ核禁条約の方でも、まあ、生かしてもらえたらなという気がします。あのー、オブザーバー参加を含めて参加しない理由というのもルル改陳されてきたと思いますが。えー 今そういう意味では、えー、参加する条件が新たにできたんじゃないかなというふうに、えーまあ、あえて申し上げたいと思います。えー、っとなんかねたくさん言いたいことがあ,のあるんですけどあの原爆資料館ね、えー、まあやっぱり被爆者の中にはもうこういうチャンスはそうそうないんだから。 ちゃんと長い時間見てもらえたかったし、それからぜひその場で受けた。まあ、感想なりなんなりをね、公開してほしいというか、それを明らかにしてくれないかなという。まあ、あの被爆者の人たちなんかは、そんな風に見ているようですね。まあ、当然でしょう。あの。<coughs> ここんなことありましたへえそうなんだで終わる話ではないので、えーまあ、そこのところはあのちゃんとしてほしいなと思うと同時に今,今現在の首脳というのはそれは、まあ、あのバイデンさんみたいに80歳超えてる人から、えー、メローニさんみたいメローニさん何歳かな年,年齢はあんまり <laughs> 知らないけど、ね、あのイタリアの ちょっとファシストっぽい人ね <laughs>。イタリアの、まあ、首相ですけど、まあお若いですよね。で、まあ年齢の幅はかなりありますけれども、ただこの人たちもあの、いずれは政治的な、その、なんていうんですか、主導権を手放す事件がやってくる。 まあ、バイデンさんだとねそんなに遠くじゃないだろうなっていう気はしますけれどもあの、まあ、今度の、ね、大統領選挙にもお出になるそうですからさらに4年ということですけれどもただそのその次の世代あの今広島に来てるでしょ <laughs>、ね、G7 各国の、えー、随行員の人たち、えー、特に、えー まあ外務省関係っていうか外務担当の人たちまあ外務に限らない方がいいと思うんですけどあの各それぞれみんなあの首脳が来てるわけなんで当然あのちょっと言ってくらで23人で来てるわけじゃないですよね大勢来てる。そそのの中にはその後には後自国で 政治的な指導の立場に立つ人もたくさんいるはずなんですよね。だからぜひ、随行員の皆さんに時間をとって <coughs>、まあ、あの、交代交代でも結構ですので、原爆資料館を、その、随行員として見るんじゃなくて、あの一人の人間として見る時間をちゃんとあげるっていう、そういうことをすればね、あの、 影響力は格段に上がると思うんですけどね、えー。まあそんなことをちょっと考えたりしました。何、えー、か大体政府のやることにはあの批判的な目を向けるのが仕事だと思ってきているんですけれども、えー、今日のこれまでの岸田政権のこの G7 に対する取り組み方っていうのは まあただこれからなんですけどね、うん、あのその先があるんですけども <coughs> で、えー、まあそこまでいって終わりにすればあの、えー、なんて言うんでしょう、えー、ちょっと褒めすぎじゃないのって言われるかもしれませんけども、えー、一つ大変気になったことがあ,あって。 一つつじゃなないいいですね二っって言った方がいいかな <coughs> あのバイデンさんが先に来られて、えー、あれは広島だったんですかねあのまず日米首脳会談が行われたじゃないですか。でその場所で岸田さんがつまり G7 の会合を開く全体会合を開く前に日米の間で これあの実際そういう言葉を言ってましたけど、すり合わせをしたいんだと、つまり G7 に望む姿勢に関して、まああるいはそれ以上のことかもわかりませんけれども、すり合わせをしたいという言い方をしたんですよね。あの聞いててちょっとドキッとしました。<laughs> え、<laughs> あのすり合わせっていうのはつまり。 微妙な意見の違いなんかがあって、それが表面化するとまずいから、お互い意見を、まあ、一致させておこうということじゃないですか。すり合わせちゃうんですから。で、まあ、議長ですからね、岸田さんは。議長の立場として、すり合わせをするっていうのは、ね困ったら、 誰かにやり込められて困ったら、はい、バイデン君って、バイデン君を指してですね、えー、バイデン君がベラベラベラっと、あの、日本の立場もうまく代弁してくれるっていうような、そんなことを期待してるのかもしれませんけど、まあ、それはちょっと半ば冗談ですが、すり合わせっていうのは、まあ、別の言い方をすれば、根回しっていうことじゃないですか。根回しだったら、やっぱり、内緒でやることだと思うんですよね。<laughs> <laughs> あのこう国務省のねあのアメリカのバイデンさんとそれからブリンケンさんでしたっけあの国務長官ねまあそういう官僚の人たちがこう集まって向かい合って日本側はもちろん岸田さんにから外務大臣も言いましたよねでこう集まって討論するああ討論というかその最初の会議をやるその場で。 すり合わせをしたいっていうふうに、あの、え、まあ、ある意味堂々と <laughs>、あの、言ってるっていうのはね、えー、現実には、その、議長としてうまくやりたいとかそういうことじゃなくて、日本とアメリカとの間でそこはないんですよ、ということですよね。で、えー、それって、 ななんとなくそれを言い出すのっていうのはものすごく属国っぽい話でさ <laughs> うわーっていう別にあの本会その G7 の全体会合の場で少々の食い違いが出ようがなのかまわないと思うんですけどね。でまあ結局あ,あやっぱり日本はアメリカの属国なんだねっていうのを。 つ痛感させられたた一言でしたでもう一つ言うとバイデンさんは成田あるいは羽田に到着したわけではなかったですね今回もねまあ前あのトランプさんが日本に来た時に、えー、あれは東京に来たので、えー、横田基地に降り立ちましたよね、うん、今回はあれですよ広島といえばその ちょっと西側に県,でう県をまたぐと岩国というところがあるじゃないですか岩国というのは世界最大のの海兵隊の基地ですよそこに降り立って広島に入ってきたということですんでねこれもねアメリカの大統領が日本にやってくるときにまず米軍基地に日本国内にある米軍基地に降り立つっていうのを もう完全に習慣化してしまってますけどやめてもらいたいね <laughs> えまあ広島空港でもえ今広島空港はあの昔はあ,のあそこ瀬戸内海側にあってえしかも滑走路が確か1,800しかなくてですねえパイロット中瀬の めちゃくちゃあのあ危ない空港と言われた <laughs> まあそんなこと言ったら怒られるんですけど、えー、まあパイロットが直接聞いたことがあるんでねあのとってもあの難しい空港と言われた場所です今,今は新しい広島空港はあの多分3 0 0 0ーとかクラスあるだろうと思いますけれどもこれはずっとね山の上の方なんですよね。ああそここに降りり立っっちゃううととかなり不便っていうことがあって えまあそれはあのわからないではないんですけどまあできたらねそういうところではないえちゃんと民間のあの空港に一度降り立ってえ来たらどうなのかなという <laughs> 感覚を持ちましたまあ、いずれもその日本とアメリカのまあ大変特殊な関係を反映した出来事かなというふうに思うわけですけれども、え。ー まあそんな中でもゼレンスキーさんが日本に来るということに対してこれはまあウクライナ政府の要望だったのかなとも思いますけれどもえどうでしょうねそのアイデアを出したのはもしかしたらえ岸田さんだったかもしれないしバイデンさんだったかもしれませんけれどもまあその辺がいずれえどこかで明らかになるのかなとまあ期待したような気持ちもあります。とというところで えー、今お話しした内容に関しては、まあ、多分明日明後日いろんな状況が加わってくると思いますので、えー、この形のままあのメルマガに出せるかどうかはちょっと分かりませんが、えー、マグマグさんから私が出させていただいております2つのメルマガ、えー、ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックス、えー、基本的に内容は同じですデラックスの方は、まあ、編集がちょっと入るので。 見出しが大きくなったりして、ちょっと見やすくなっております。まあ、そんな関係です。こちらの方に反映させたいと思いますので、えー、合わせてお読みいただけると大変あの嬉しいと思っております。まあ、あと、この部分については、多分、冒頭の30分ぐらいを切り分けてですね、えー、マスターが別番組のようにして、ですよね。はい。はい あの、出していただいてますので、そちらを見ていただくのも一つの手です。まあ、こんな感じで言いよどんで、全く、あの、<laughs> えー、アンチョコというか、あの、手前のメモも基本的にはなしで喋ってますので、まあ、行ったり来たり、あるいは言葉の選べ方など適切じゃない面があるかもしれませんが、えー、ご勘弁いただければと思います。えー、というところで、本日、ちょっと早めですが、1曲目に行きたいと思います。